コンラート・ファイトはドイツ出身の俳優。主な出演作はカリガリ博士バグダッドの盗賊カサブランカ。また笑う男で演じたグインプレイン役がバットマンのジョーカーのモデルになった。1893年、彼はベルリンの労働者階級が住む地域でハンスワルター・コンラート・バイトとして生まれた。彼の初期の主張によって ポツダム生まれとご記された資料もある。彼は1916年から亡くなるまで100作以上の映画に出演した。彼のサイレント映画時代の最も有名な2つの作品は残忍な無誘描写を演じたカリガリ博士と醜いサーカス芸人を演じた笑う男である。ロサンゼルスタイムズは次のように表した。コンラートファイトは ビクトル・ユーゴーの小説をもとにしたセミ・サイレント映画で主役を演じた。両主の息子である彼は彼の父親が王にブレイを働いたため、その顔に永遠の笑みを刻まれた。また、ファイトはマグヌス・ヒルシュフェルト脚本の同性愛者の権利を描いた先駆的映画、他の人々とは異なってに出演し、おそらく映画史上初の同性愛者の人物を演じた。 ドイツ発のトーキー、68番の花嫁にも主演した。ファイトはナチス政権に激しく反対し、それは1933年にユダヤ人女性ローナ・プラガーと結婚した1週間後にイギリスへ移住する動機になった。彼はイギリスに定住し、1938年には市民権を得た。彼はイギリスでも映画出演を続けた。 マイケル・パウエル監督の3つの作品、スパイ、コントラバンド、バグダッドの盗賊などがある。1940年代、彼はハリウッドへ移住し、ナチストインとその兄弟の2役を演じた、ナチエージェントなどの数作に主演した。この時代、彼の最も有名な役は、カサブランカで演じたハインリッヒ・ヒストラッサー少佐だった。しかしその翌年、ロサンゼルスでゴルフをしていた時に、 心臓発作で倒れ、亡くなった。結婚歴は3回。最初の妻である女優の合死、ホールは後にエミール・ヤニングス夫人となった。2番目の妻との間に娘が一人いる。ファイトのスチール写真はジョーカーをひらめくきっかけとなった。その制作者たちは、実際は誰がジョーカーを思いついたのかについて長い論争を続けた。ファイトはイギリス映画、 FP1 の主題歌、Where the Light House Shines はクロス・ザベーを歌った。この曲は当時は失敗に終わったが、1980年代のイギリスで DJ の W、テリー・ウォーガンが彼の番組でリクエスト曲として流した後にヒット曲になった。その後はリクエストのリピートが殺到した。ありがとうございます。